エンツオ・フェラーリはイタリアの自動車メーカーフェラーリが創業55周年を記念して製造・販売したスーパーカーである。フェラーリ創業から55年目となる2002年に創始者エンツオ・フェラーリの名を冠して発表された。フェラーリにとっては F40、K50 に続く21世紀最初の記念碑的な限定生産車種であり、 大出力のエンジンをミッドシップマウントする伝統を受け継いでいる。社名は海60と予想されたが、2002年4月27日にプロトタイプ FX の原寸大モックアップが東京都現代美術館で初披露され、6月25日にエンツオフェラーリという名を公表。9月28日のパリモーターショーで正式公開された。 349台追加生産50台の合計399台が生産され、そのうち日本国内製規輸入台数は33台である。新車価格は放火換算7850万円とも言われているが、その希少性のために中古車市場で3億円近い価格がついたこともあった。また、GT レースへの参戦を目指して、 コンセプトモデルが制作されたが、正式に発表されないままであった。なお、2005年6月10日、マラネロにあるフェラーリ本社のロジスティックセンターで開催されたサザビーズのオークションに突如、400台目のエンゾが出品された。これは、チャリティー目的のために、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が注文した個体で、前側のトライクリットパネルの裏に、 同教校からのメッセージが書かれている。そして、落札金95万ユーロは、教皇ベネディクト16世に寄付された。使い道については2004年の、インド洋ウツ派の義援金に用いられたという説が、有力である。デザインは当時ピニンファリーナに在籍していた、日本人、カーデザイナーを奥山清行による。会五十にはなかった、快適性とそれ以上の動力性能を有し、 これまでフェラーリが開発してきた限定生産者のいずれとも違う性格を持つものとなった。奥山によるデザインは明らかに、回一マシンを意識したとわかるフロントノーズ、フェラーリ伝統の丸型テールランプを削り出したかのように露出させた、テールエンド、エアインテークを兼ねる大きく張り出した前後フェンダーなど、大胆かつ明快なもので、見るからにスーパーカー。 レーシングカーを思わせる造形をしている。奥山によれば、当初提出したデザインはこれよりも保守的なもので、フェラーリー会長、ルカディモンテゼーモロから、ダメ出しされたが、15分待ってくださいと、上司が頼んだ後で、手持ちのデザインを完成させて、それを提出すると、了承されたという。後年の奥山の証言によれば、本社のデザインは、 RX-78 ガンダムからのインスパイアであると語られている。カチカ風のハイノーズは、スクーデリア・フェラーリが1999年に、カイ一のコンストラクターズチャンピオンを獲得したことで採用に踏み切ったという。開発中は、当時、フェラーリのエースドライバーだったミハエル・シューマッハにも意見を聞いている。回40、イ50、ドアは、 バタフライドアを採用してシートへのアクセスを容易なものにしており、さらにエアコンが完備されるなど、ドライバーの環境にかなりの配慮を見せているが、モーターにより稼働する電動スポイラー、グラウンドエフェクトを狙ったアンダーパネルのベンチュリトンネル、その効果を助長するリアエンドの大型ディフューザーなど、走行性能に関する部分はさらに煮詰められている。 ほぼ同時期に存在をアナウンスされたポルシェカレラ GT やメルセデスベンツ SLR マクラーレンと同じくこの時期のトレンドとなるカーボンファイバー素材を多用しボディパネルは元よりフレームも大半がカーボンコンポジットによって形成されているコックピットを強靭なバスタブモノコック形状としそこからサブフレームを伸ばしてエンジンをマウントする。回50との大きな違いは回50が 同じカーボン製フレームを用いつつもエンジンをフレームの一部とみなして走行中のストレスを負担させる構造を持つのに対し、エンツオフェラーリはサブフレームに物資を介してマウントする方式であり、純粋なレーシングカー的レイアウトを取る、カイ50と比較し、ずっとロードカーらしい設計となった。エンジンとフレームが直接連結される、カイ50は、 騒音や振動対策の面で不利な要素を持っていたものの、エンツはゴムブッシュという干渉剤を噛ませてあるので快適性の向上に寄与エンジンは外部からの応力を受ける必要がないため、徹底軽量化が図られ、単体重量は 225kg である。形式明快140バイトのナンバーを持つエンジンは、この車のために開発されたものであり、 排気量 5998cc、65度のバンク角を持つ水冷、V 型12気筒 DOHC エンジンで、シリンダブロックはアルミニウム合金製。最高出力 660PS、トルク 67kg フォース、M と非常に強力なスペックを誇り、回転数は最高8200回転まで許容するが、吸排気バルブの開閉タイミングを適切に調節する。 可変バルブタイミング機構のおかげで、決して高回転だけのパワーバンドを持つエンジンではない。この心臓と軽い車体のおかげで、最高速度は時速 350km と公表されている。トランスミッションは当初7速と囁かれたものの、結局は保守的な6速に落ち着いた。セミオートマチックトランスミッション回1マチックを搭載し、 クラッチペダルを排したが、自動変速モードは搭載されておらず、パドルシフトによる手動変速操作が必要となる。足回りはまさに、レーシングカー直径。四輪、ダブルウィッシュボーン、ショックアブソーバー、コイルユニットをフレーム側に取り付け、プッシュロットで押すインボード式が採用されている。ブレーキは、ブレーキローターにカーボンセラミック素材を使用した、ブレンボ製。 装着されるタイヤは当時会1グランプリで密接な関係にあったブリジストンのポテンザ r e 0 5 0スクーデリアという専用品である。非常に過激なスペックにもかかわらず ASR と呼ばれるスタビリティコントロールを搭載し、これが機能する限り一般道でドライバーがコントロール不能に陥る危険を低くしている。ASR は任意にカットオフすることも可能。 かつてのマクラーレン界1の性能は、ロードカーとしてはすでに危険な領域に踏み込んでいたが、エンゾは、この ASR の搭載により、マクラーレンに迫る性能を持ちながら、ロードカーとしての安全性を確保している。エンジン、ミッション、サスペンション、ASR は統合制御され、ドライバーは、ノーマル、スポーツ、レースの制御プログラムを選択できる。レースモードで、 ASR オフを選択した時には、スタート時にローンチコントロールを使用したレーシングスタートが可能である。左ハンドル使用のみの設計であり、右ハンドル使用者は当初オプションで選べたが399台のうち1台も受注がなく、結果的に生産されなかった。フェラーリか XX エンツオフェラーリをベースに開発されたサーキット専用車両として、 FXX が開発され、フェラーリでレースを行うオーナーのための部門である、コルセクリエンティンより限られたオーナーに向けて販売された。オーナーは FXX プログラムの開発ドライバーとして、サーキットでの走行時の走行データをフェラーリに提供し、そのデータは、フェラーリの今後のレース専用車両の開発に役立てられることになる。なおこのマシンはレースに参加することはできず、 マシンの管理は、コルセクリエンティが行う。エンツオフェラーリをベースにワンオフのボディを被せた、P4、5P4、5ピニンファリーナは、アメリカ人 B 級映画監督で、自動車収集家のジェームズ・グリッケンハウスが、ピニンファリーナにオーダーした、エンツオフェラーリをベースに、再デザインされた、ワンオフカー。グリッケンハウスが購入した、エンツオフェラーリを、トリノのピニンファリーナ本社へ送り、 オーナーの要望に沿うように一からデザインし直したものであるが、フェラーリが正規に製作したワンオフカーではない。デザインディレクターに就任していた奥山の下で、ジェイソン・カストリオタがデザインを担当しており、スタイリングは全面的に変更され、1967年のルマンカー、フェラーリ 330P4 をモチーフにしている。ボッティはドライカーボン製で、フード実験。 走行試験がなされ、結果的にオリジナルのエンツオフェラーリより 200kg 軽量化されている。オプションには全世界仕様の GPS、iPod など対応オーディオほか、グリッケンハウスの要望で様々な機能が加えられている。ありがとうございます。